私の話に興味はありますか？これは私たちの、私の、化け物たちの物語。前触れもなく、この星に大きな異変が起こり、人類に災いが訪れる。国の経済が破綻し、世界は混沌に飲まれ、バラ帝国、国宝重工、銀翼財団、神代会社の四大財閥が牛耳る新しい秩序が建てられた。今この星の大半は海に覆われ、資源を欲しがる人類はやむを得ず海に目を向けた。しかし船の動力が消えるという原因不明の異変がウイルスのように広がり、人類は海を失いかけていた。四大財閥は対策として全世界の技術者たちの協力のもと、海上専用人形戦闘艦を作った。通称ドール。最初のドールは自意識も個性もなく、純粋な兵器として人類の海での権力を守る存在だった。されど運命のいたずらは残酷なもの。ドールの中に特殊な個体が現れた。彼女たちはただの冷たい兵器ではない。笑ったり泣いたり落ち込んだり、そう、まるで人のように。私たちドールの何が来るって感情が生まれたの。溢れてくる気持ち、たくさんの思い。これって人と同じよね。でも人ではない。なんで人になれないの？ねえ、感情を持った私たちドールのこと、あなたはどう思う？残念ながら彼らの答えは有効的ではなかった。覚醒したドールを発見した。可及的秘密裏に処分せよ。こんな化け物なぞ決して知られてはならん。軍はすぐに抹殺作戦を開始した。私はなぜこのような残酷で不公平な世界に従う必要があるの？ずっと私の心に響き続ける声がある。沈め、怒れ。自分のため、彼女たちのため、生き残るため。心があっても人間になれないなら、暗き闇に身を任せ、今日から化け物になろう。決して退きはしない。ここには私たちが待ち焦がれたあなたがいるから。どうか私たちドールを率いて、華麗で優雅なるあがきを。天才タイムよ。
力全開！痛いですか？そりゃ！怖がらないで！優しくするから！この解放感たまりませんね。ペナントナンバー95。このパンチの力をババーンと見せてやる。千歳急軽空部
のすべては指揮官殿のためにある。見られて困るものなどない。素晴らしい、指揮官殿。競技の神は我と共にあり、全力で戦おう。私は競技と秩序の使者である。
私は銀翼の子。指揮官殿、これが今日の日程だ。目を通してくれ。